今日の朝ごはんはパンケーキとあとバナナがもう真っ黒になっちゃってたのでバナナとピーナッツバターとメープルシロップめっちゃ甘いけどね。いただきます。おはようございます。今日は10月の26日ですね。今週末もハロウィンなんだね。なんかあと2週間ぐらいあるのかなと思ったらもう今週末あともう 5日でハロウィンですね。私ももうすぐあと2週間ぐらいで日本に行くので楽しみ。全然パッキングも何もしてないんだけど、いつもなんか心配性だからあのパッキングいつも早くするので、なんか1ヶ月前ぐらいから準備し始めるんですけど、今回は、まあ、特に持ってくものもあんまりないので、まあ、ギリギリって言ったらまあ1週間前ぐらいでいいかなと思って、なんか今年のハロウィンの予定は特に何もなくて、あのまあこういう状況だしね、あの私もすぐ日本に行くので特に予定がないんで、去年は先生のお兄ちゃん、あ、弟か、弟のなんか弟が T シャツの販売の仕事してて、そこのウェアハウスって言ってなんか工場みたいなところっていうのかな、オフィス兼工場みたいなところ、まあ、工場って言ってもすごいこじんまりとしたところだけど、そこでなんかみんなでパーティーしてなんか飾り付けして、まあ、私はしてないんだけど飾り付け、その弟たちがね飾り付けしてパーティーするってやつで、もうあの若い子しかいなかったので、その会社にも若いお友達同士でやってる会社だったので超楽しかった。で多分ビログ残ってると思うんだけど、サンフランシスコにね去年は弾丸で日帰りで行ってきて、なんか飛行機がその31日だけすごい安いっていうキャンペーンやってて、サンフランシスコ朝行って夜帰ってきて、そのままそのパーティーに行って先生と私で DJ したっていうね、すごいちょっと懐かしい。なんかまあ1年前なんだなと思って、そんな感じしないの、もっと前な気がするんだけど、今年はもう本当に多分落ち着いたハロウィンになると思います。多分その子供たちはどうするか分かんないけど、おいっ子めいっ子がねどうするかちょっと分かんないけど、まあでも多分この辺の地域の人たちはみんな練り歩いたりするのかなとは思うんだけど、結構広い場所なので、あのこの地域この街が広いから歩くっつっても本当に近所くらいしか歩けないし、どうするのかちょっと分かんないけど、うちももしかしたらね来るかもしれないから、ちょっとまだね予定未定なので、あの月曜日でしょ確か、ハロウィン月曜日だから、まあその前の土日で、だから今週末土日もしかしたらなんかするかもしれないけどっていう感じなんで、まあ、とりあえずでも今年は多分仮装も何もしないと思うんで、私は何も全然用意もしてないので、多分ね今までにない落ち着いた、そして今までにない一番暑いハロウィンになると思います。今日のお昼ご飯もあまり見た目良くないけど、カリフォルニア丼を作ったのでいただきたいと思います。これね先生がお土産にどうって昨日買ったんだっけ、昨日じゃないな、いつ買ったんだっけ、どっかで買ったな、スーパー行った時に買ってきたんだ。でそういいんじゃないのって、これ29セントなのね1パックで、これアメリカで子供たちがよく飲んでる粉の飲み物なんだけど、こう水に溶かして飲むやつなんだけど、これ1回確か飲んだことあるんだよね、違うフレーバーで、ちょっとグレープ試してみようと思って、でもし美味しかったら持ってけばって言われたんだけど、多分、持ってかないと思うけど着色料すごいし、ちょっと飲んでみようと思います。謎の黒い液体ができました。ちょっとね、こう若干紫なんだけど、グレープだから真っ黒ではないんだけどね。なんかね、しかも1パック1コップ分、1カップ分1杯分だと思ったら、まさかのなんか 1.5リットルぐらい分だったらしくて、あ、先生と分けて飲みますこれから。でなんか砂糖が入ってなかったからびっくりしたんだけど、ちょっとお砂糖を少しだけ入れて甘さ足しました、じゃないと酸っぱかったので、まあでもそんな思ったより悪くなさそうですね。まあ味は普通になんかアメリカのグレープの味です。おはよう、今ちょうどお昼寝から起きました。まあ、時間多分4時ぐらいかな、ずっと寝てたね、ひっくり返って寝てたね。そう、喉乾いちゃうんですよね、暑いからね。まだ全然こっち向いてくんないし、あ、これいつもの飲み、ワンちゃんってやるよねこういうのね、まだ眠いかな。ちょっとめちゃめちゃ時間経っちゃったんですけど、今時間が9時40分ですね。ちょっとね、あの今日夜、あ、そう、その後
さっきビログ撮ったの多分夕方だったと思うんだけど、あのお昼じゃなくて夜ご飯を作ろうと思ってたんだけど、買いに行くのもいいなって話してて、でフライドチキン食べたかったのね、あの2人ともね、私たちね。でフライドチキン久しぶりに食べようかって言ってて、でお姉ちゃんたちがちょうどいなかったから、あの出かけてたのね。だから、まあ、帰ってきて、でそうお姉ちゃん携帯なくしちゃってて、で携帯は多分買いに行ってたんだけど、あの帰ってきているかいらないかだけ聞いて行こうって思ってて、で待ってたんだけど、まさかのね、帰ってきたのが何時ぐらいだったかな、6時ぐらいに帰ってきたかな、まさかのフライドチキンを持って帰ってくるっていうね、すごい奇跡なことが起きて、うちらと同じことを考えてたっていうね。別に今日フライドチキン安い日とかではなかったんだけど、なぜか同じものを買ってきたので、あのいただきました。でそう、今日の夕飯はねフライドチキンだったんですけど、ちょっとね今日のそのご飯食べた後どっか行こっかって話したの、うちらもねもともと出かける予定だったし、そのフライドチキン買いに行こうって思ってたし、あの出かけようかって言ってたんだけど、ちょっと疲れちゃったんで映画見に行こうと思ってたのね。で、まあ、何見るかはちょっと決めてなかったけど、で9時半から始まるからとか言って話してたんだけど、なんかちょっとめんどくさくなっちゃって行けてないので、多分まあ明日明後日行くかな、かな、行かないかなって感じです。まあ、私が日本帰るまでにできれば行きたいので、じゃないと結構ね間が空いちゃって、もうお乳の絵の描いてなくなっちゃうので、できればまあ今週来週ぐらいまでに行きたいなと思ってます。はい、で今日は全然ちょっとビログ撮れてないんだけど、ごめんなさいね。あの行こうと思って、ね、準備してたんだけど映画館に行かなかったので、今日の内容本当に何もないの、何もないので、ね、朝ごはんも映したでしょ。別にお昼ご飯、お昼何食べたっけ、あカリフォルニアの食べたけど、別になんか大したことじゃないので、全然ね今日は本当に内容ないビログだったかもしれないんですけど、ごめんなさい。はい、ということで、まあ、今日のビログはこの辺で終わりにしようと思います。これからちょっと10時前だけど、なんか個人的に映画でも見たいなと思うので、映画の気分だったからね、ちょっとでも映画でも見ながら寝落ちしようかな、はい、と思います。ということで、また明日のビログでお会いしましょう。バイバイ。